中に開けてリーグ戦全敗、せっかくゼロワン代表としてきたのに情けないです。何も残せませんでした。でも絶対強くなってリーグ戦負けた3人にやり返しに行きます。それまで待っててください。ありがとうございました。よっしゃー、おーし、よっしゃ、まず一勝や、まず一勝、よし、いい点で勝ったぞ、おい、あと次明日チリと、それにもきっちり勝って、勝ち勝ち星どうなってか分からんけども、明日まずは明日きっちり取って、あさって俺中島が第1回アドバンスカップ優勝するからな。まだ諦めてないぞ、こっからや、こっからや。よし、あちしゃにと、15分じゃ足んないみたいだ。公式最終戦、最終戦で引き分けか、勝つこと、最後の最後、勝てると思ったんだけど、もう少し詰めが甘かった。ただ、今日引き分けで、もう自分5点だろう、もう決勝進出だ、あと決勝1勝するだけ、あのカップ必ず俺が手に入れるからよ、よく見ててください。以上です。くそ、全勝優勝するっつったのにできなかった。でも引き分け、3点、次シューマンに勝てば5点、5点取れば、決勝戦には進めるだろう。おい、全勝優勝は叶わなかったけどよ、おい、決勝行って優勝するのはこの俺チチャリーと勝機だからな。期待してください。ありがとうございました。リッキー富士フォーウェイマッチ、こんな試合を見せて申し訳ない。しかしここにいる3人はリッキー富士をリスペクトしてくれてると思って、俺は今日は納得する。もちろん以上だ、俺からも以上だ。ベベ頼むぜ、後も頼むぜ。ベベ Just do it, just do it, ベベ、 Come on, ベベ、 No winner, ベベ。まあ、ダイナスオタクマじゃないんか、あいつ。あ、何やったっけ、アンドユータクマですか。あんなな、アンドユーおじさんなんてよ。なんか口調とかさ、やることとか全部がさ、下町のおっさんと変わらんのよね。あんなやつが、この団体のトップになろうとしてんの。そんな、なれるわけないもん。俺を差し置いて、何を言ってんねん。やるもんなら、トップへも取ってみんや。あとは何かあるか。今日もそう、アドバンスカップで俺の同期が熱い試合やってるのに、俺はあんな奴らに負けてるのが情けなくてしょうがない。でも俺がアドバンスカップ今回エントリーされなかったっていう理由は、俺がいい試合するしかないと思ってるんで、あと2日若松選手全勝でいきたいと思います。長谷川さん、明日は敵なんで、今日組んだことは一回水に流してください。ええよ、お前らは潰したのか、いいぞ。長谷川も若松も素晴らしい、私がいない間に相当な爆発を踏んだのだろう。強くなっていた、だが勝ったのは私だ。まだ序章に過ぎないぞ。明日はあの私のやりにバカなことをやったチャンゴとの戦いだ。私はまずそれを片付けなくてはいけない。あのバカなやつにお気を添えなくてはいけないからな。以上だ。
やー久しぶりにティーランさんと試合できてよかったです。ティーランさんまたやりましょう。うん、千葉祭りこれで3日目が終了。まだ2日残ってます。5日はまあチケットも売り切れたかもしれないけど、明日も千葉祭りはやってますんで、皆さん千葉で一緒に盛り上がっていきましょう。しゃあ。いや、やっぱり吉田彩斗はすごい強かった。後輩だけどもう何歩も先に行かれて、経験も実力もすごい強くなってさらに高まってます。でもマイクでも言ったけど、このままじゃ終われないんで、また千葉に来る時までにもっともっと強くなって、もっともっと磨いて、さらに輝いて沖縄の風を吹かせたいと思います。それまで皆さん楽しみに待っていてください。今日はどうもありがとうございました。